次で最後の曲になります。ありがとうございます。はい、止めません。最後の曲なんですけど、最後の曲なんですけど、最後の曲は今一番好きなあのジャンルのロックを歌わせていただこうと思います。はい、多分太鼓の達人とかで、多分一回は絶対耳にしたことが、最初は多分あんまり耳にしないかもしれへんね、知れませんが、あのサビのところは多分絶対一回は聞いたことがある曲だと思うので、皆さんよかったら乗ってくださったら嬉しいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。波に消えてゆく記憶の吐息。
前になってしまうんですけど、次はもうちょっと爽やかな感じの、あのすごく歌が上手な人がまだ出てくるので、皆さん最後まで楽しんで帰ってくださったら嬉しいです。あとツイッターとブログとフェイスブックをやっているので、皆さん和智日奈子で検索していただけると嬉しいです。はい、和智日奈子です。平和の和の和智です。はい、はい、それじゃあ今日はありがとうございました。